とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、古代狩りに来てます。新しい古代人が、発見できてないのが結構いるのよ。なんで、今日は新しい古代人を探しに行こうと思うんだけども、3周行くね。とりあえず、3周やってみます。難易度はアポカリプスプラス25ですね。で、装備はカバンビルドでいきます。で、後々ソウルが溜まってきたらば影カバンに変えていこうかな。うん。いきます。まあ、とりあえず今回いいのよ。チェストの数5なのよ。5。これはね、古代人4体か5体ぐらいは出てきてくれるんじゃない？ああ。よしよしゃ。まあ、結構、プラス25で、きつい戦いになると思うんだけども、やっていきましょう。お！初めてかも。違う。ここはね、知ってる。うん。ここは来たことがあるとこだ。まあまあまあ。これは、今回のアップデートから出てきた新しい古代人です。見たことはあります。まあ、全然余裕で倒せるでしょう。あ、結構きつい。結構きつい。集中攻撃来たら、きつかったけども、まあまあ、このカバンビルドだったらば、全然余裕っぽいね。違う違う、もう一個新しいやつが欲しいんだ。また一緒か。ここか。まあまあいいや。ようやくね、ソウルも溜まってるし、ソウルが溜まったならば、これを使うっきゃないでしょう。影カバンだね。これ使うともう無敵だからね。余裕。あ、なるほど。この剣が出るんだ、ここは。そうか、そうか。あ、なら黄金狙えるね。それの。なんだっけ、終わりの始まりか。始まりの終わりどっちかだな。うん。あれも狙っていいね。いやー、違うんだ。違うんだよねー。あいつだけをピンポイントで出現させる方法ないよね。まあ、アイテム次第とは思うんだけど、難しいなー。はいはい。冬の弓か。冬の指先の奈落の攻撃、バーストボーストリング。いや、欲しいな、欲しい。いろんな装備が欲しいやつあるよ。お、いや、違う。一緒だ。ここ出るな。やたら今回出たね。3回出た。まあ、また無敵で行かせてもらいましょう。防具はエンターテイナーなんだ。エンターテイナーか。いやーでもね、使わないんだよな。スキルは強いけど他で代用できるんで。はい、次行きましょう。とりあえず1周目おしまいです。残り2周だね。いや、しかしあいつよう出てきたな。あいつよう出てきた。そんないらないけども、全部いりませんね。あ、危ない危ない危ない。装備変えとかんと。忘れてた。ちゃんとね、ショップを見る前、クリアする前は、幸運の実をつけてやること。これ重要。絶対だよ。いりませんね。全然いいのが出ない。心奪うもの、昔良かったけどね、もういらないかな。今はね、いりません。2周目行こう。違うんだな。違う。まあまあ違うけども、ウィザーの防具狙えるからいいか。あ、そうか。こっち装備しとかないと。まあウィザーの装備で手を打とう。よし。いや、しかし回復するね、お前は本当にさ。よし、
ダイヤ剣250、260だったらすごいだろうね。それも狙っていこう。おっしゃー。二つあった。二つ発見。おお！来た来た来た、これこれこれ、見たことない。新しいやつ。いいねー。まあ、ちょっと、影化して、様子見ましょう。どんなやつ？ん？ああ！シルバーフィッシュね。で、あれね、火炎がついてるな。やけどか。と、再生。ああ、なかなかえぐいやつだね、これ。きついきつい。ちょっと減らせない。ちょっと減らせないよ。こっちも火炎が出てきてくれないと。およっしゃ、オッケー。なるほど。テレポートか。はいはい。シルバーフィッシュこれ、狙っていこう。テレポート欲しい。で、プラスもう一個、ほら。おー、ここね。あの、始まりと終わりのところね。終わりと始まり？いや、始まりと終わりだね。確か。ここもそれが出てきてくれれば嬉しい。いや、いい感じだな、本当に。いい感じです。しゃあ。雷でワンパンできるんで、ザコは余裕。ああ、エンターテイナーね。はいはい。さっきも出たよ。2周目、おしまーい。あーっと、危ない。装備するの忘れてた。ああ、若干もったいなかったな。まあいいや。見てみましょう。まあいい感じで新しい古代人出てきたね。シルバーフィッシュのやつ。全部ノーマル品。いりません。輝くローブは、いや、いらんね。エンチャントはよろしくない。いりません。次。トゥルースシーカー。ああ、なるほど。はい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 。ああ、悪くない。あ、悪くないよ。でも、そんなにいらんかな。火力最高のやつはね、もう持ってるんで、いらないな。もうちょっと補助的なやつがついてれば、よかったかもしんないけども、別にいらない。となると俺ほとんどもういらないのか。いや、そんなことない。そんなことない。まだまだ欲しいものはあるさ。3周目いきます。ここか。まあ、いいか。締め具が出るからね、ここは。締め具が出るんで、まあいいとしましょう。透明化使う？まあ一応、使わない方向でいこう。オッケー。あ、いや、ちょっときついわ。やっぱきついわ。数が多いね、ここは。うん、一匹一匹はそう大したことないやつなんだけど、数が多いんで、きつい。あ、HP もそれなりに、高いね。よし。待って。なんか、うまいこと雷出てきてくれないな。あー、来た来た。てか、ボスが全然ダメージ与えれてない。ボスにダメージほぼないじゃん。ボスにダメージを与えていかないと。あー、そうか。あー、はい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 。味方回復ね。それがお前についてるわけね。オッケー。はい、あとちょっと。出ないんかい。次行きまーす。3周目終わりましたね。あ、また忘れてるじゃん。また忘れる。最近忘れるなぁ。もう常時装備できるような幸運が欲しいね。うん、ずっとそれでいいってやつがいいですね。見てみましょう。おっと！不安定黄金。トゲかぁ。あ、いや、下は結構悪くないよ。雷、あ、帯電か。帯電変更、ポーションバリア。いいけども、これに一番必要な、マルチロール、アクロバット、どっちともついてない。いりません。やめとこう。やめとこう。次。
惜しいな。エンターテイナーいりませんね。ミステリー、いらない。次、骨コンボいらないね、いらないね。闇のアーマーもちろんいらない。オートクロス最近ほぼ使ってない、いらない。おっと、星なき夜来た。アンチャンティングでしょう。で、お、あ、いいかもしんない。真ん中はちょっとイマイチなんだよな。真ん中を、そうね、アンチャンティングでエンチャの敵に倍のダメージ与えれるでしょう。で、左を、そうね、吸血にすると、どの武器でも使っていけるんで、吸血はいい。で、奈落の攻撃。で、真ん中だよな。まあ、蜂をつけていってもいいのかな。トルバドゥールは、いらないっしょ。ダイヤ剣も特にいらない。この星なき夜だけちょっと買っときましょう。はい、ということで3周終わりました。出たやつ見てみましょう。ええ、ちょっと待って、ヘビークロスボウ、黄金じゃないじゃんこれ。黄金じゃないの出るの、こんなことある？俺初めてなんだけど。もうもうこういうこともあるようになったんだろうね。まずノーマル品は全部売っていきましょう。影のクロス、奈落にフレッシュ、雪、いやもう全部じゃん。ほぼじゃないか。テレポートいらない。エンターテイナーいりません。ダイヤ剣は、いらないね。いりませんね。これじゃ火力不足だと思います。はい、ということで今日はお店で売ってたこれ、星なき夜、これだけはなかなか使えそうですね。ダメージが103万から196万か。今俺が装備してるやつは127万から240万に鋭利が2つついてるんで攻撃力が高いんだよね。でもこっちも追い打ちと、そうね、追い打ちと働き鉢でいいんじゃないかな。で、奈落の攻撃で 700% ダメージ与えれるんで、悪くはないかな。はい、まあ、とりあえず一回使ってみます。ということでまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。